細くてスラッとしたこの足が好きだな。なあ！おい、起きろよ。はい、サンドイッチ。ベーコンレタスサンドいかがですか？俺はレン。俺とイツキは付き合って3ヶ月になる。今日は俺の部屋でテスト勉強中だったんだけど。ああ、もう飽きた。あ、まだ始めてから10分も経ってねえだろ。僕、勉強に費やす集中力だけお母さんのお腹の中に置いてきたから。堂々と言うな。ほら、起きろ。今度のテストやばいんだろう。あ、そうだ、息抜きにさ、山手線ゲームでもしない？唐突だな。レンが勝ったらちゃんと勉強するから。しゃあねえな。じゃあお前が勝ったら10分だけ休憩を許してやるよ。イエーイ、やったー。あ、お題は都道府県の名前な。そんなのつまんない。なかなか勝敗つかないじゃん。そんなことねえよ。お前、名古屋県とか言いそうだし。言わないよ。お題は僕に任せて。お題はお互いの好きなところ。はそんなの。何？僕の好きなとこ言えないの？ひどい。僕たち何のために付き合ってるの？わかったよ。やればいいんだろ、やれば。その代わり、俺が勝ったら絶対勉強しろよ。うん、もちろん。でも、僕が勝ったら、僕の言うこと、何でも聞いてよ。な、いつき。これは、絶対よからぬことを考えてる顔だ。くそ、命かけても負けねえ。じゃあ、僕からね。行くよ。お互いの好きなところ。髪が綺麗。あ、顔がいい。厳しいけど優しい。あ、自由。時々僕に甘えてくれる。あ、いざとなったら男らしい。真面目なのに照れ屋さん。え、ま、まっすぐなとこ。僕のこと大好きって顔で見つめてくれる。もう無理。もう終わり？僕、もっとレンの好きなとこ言えるよ。僕の腕の中にすっぽり収まってくれるとことか、たまに出れるところがめちゃくちゃ可愛いとか。もうやめろ、恥ずかしい。あとは、細くてスラッとしたこの足が好きだな。なあ、で、だからやめろ。じゃあ僕の勝ち。約束通り、僕の言うこと何でも聞いてよね。お前、俺が負けること分かっててお題選んだだろ。何のこと？僕は単にお題出しただけだよ。何が望みだ？学食のおごりか、下僕のようにこき使うか。そんなんじゃないよ。もっといいこと。いいこと？愛してるって言って、レンからキスして。え？何？いや？いやだよ、そんな。だって、いっつもキスは僕からじゃん。たまにはレンからしてほしい。だからって何かオプションついてんじゃねえか。何でも言うこと聞いてくれるんでしょ。レンはそんなに約束守れない悪い子だったっけ？なんだって？なんかがっかりだな。僕には厳しいことばっか言うくせに。くそ。じゃあやってやるよ。俺だってそれくらいできるっつうの。レンってば、ちょっと煽ればちょろいよね。何か言ったか？なんにも。はい、じゃあレンの告白からのキスまで、3、
2。ああ、ちょっと待て、カウントダウンするな。なんでよ。心の準備というものがだな。じゃあ準備できたらどうぞ。聞こえない。なんだよ、そんなに痛くないの？傷つくな。そうじゃなくて、もうちょっと時間くれ。でもレン、このままじゃ日が暮れてもずっとしてくんないんじゃない？バカにするな、やるっつってんだろ。本当？はい、もう逃げられないよ。あ、行くぞ。うつむいちゃダメ、ちゃんと僕の目を見て。愛してる、いつき。ちゃんとやったからな。どうした、いつき。いや、ちょっと破壊力が。え？ずるいよ、レン。その顔だと僕のこと大好きって言ってる顔。ああ。どんだけ僕のことキュンキュンさせるの？そんなの自分じゃわかんねえよ。いい？レン、そんな顔絶対他の人に見せちゃダメだからね。それは大丈夫だ。こんな気持ちになるのお前にだけだから。ああ、もう。で、苦しい。僕も愛してるよ、レン。じゃあ次のお題はお互いの気持ちいいところね。やめろ。